はい、どうもこんにちは、マサヤンです。本日もファイナルファンタジー8リメイクのストーリーを進めていこうかと思いますが、こちらは、ね、その外伝といいますかサブストーリーのカードゲーム編の方となっております。で、炎の洞窟に行く前にちょっとこちらに寄ると、ね、違う動画では別にも上げておりますが、ね、話す内容が違っております。こういう感じでね、でこちら、ゼルディンのお宅にお邪魔すると、特に何もありませんでした。何もありませんでしたあるかと思ったんですがね、ホテルマン、そして、あー、なるほど、めっちゃ言われてるやん、ゼル。余計なお世話やろ。で、この方ね、この方、特殊なお方で、ちょっと呼んでみましょう。カードゲームしたいの？いいえと。はい。で、こちら、よく見てください。このね、トレードヌル。フルじゃないですよ。ワンでもないですよ。ヌルです。てて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 てあ、負けた。どうもでしょう。何もないんですね、これ。ぬる。で、最初の方のしかほとんど出てこないんですが、特殊のルールでして、ヌルというのは、勝負しても、ね、カードの取引が行われないという特殊な、条件となっております。最初の方のね、もう、シート実地試験に行く前までしか確か出てこないんじゃなかったかなと思います。プラス1回もこの彼と戦うまでにカードゲームをしてなければという特殊条件がありますので、一度でもカードゲームをしますと彼は出てこない。プラス、ヌルというのをね、特殊条件が発生いたしません。本当特殊な条件ですね。で、この人と話した以外にカードゲームをするとヌルというのはなくなります。で、例えば別の方にしてみましょう。ここはないですね。この人は何もないですね。この方、はい、お願いします。やめましょう。で、確か何もなかったんじゃなかったかな。はい、たた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 てて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 、で塗る。
から抜け出したらヌルがなくなるんだったかな、どうだったかな。それが今私は金カード中なのです。妻は厳しくてね、ね、いつか条件が解除されることを願いましょう。おっさん、朝ないのか。朝は？ないね。あら、なんかいるよ。何のために？あ、これはね、最初の方にやられないっていうことですね。カードにもしませんか。これついてみましょう。ね、次がやりませんと。いい。あ、ここのエリア以外に行ったら変わるってことですね。テント、バラエミーですね。まあいいでしょう。とりあえず勝負しますか。あ、トレードルが誰となった。ダイレクトね、こんな変わります。ダイレクトにね、確かダイレクトはひっくり返した枚数分だけもらえるっていう確かカードです。確か、うん。だったでしょう。ね、こんな感じですっていう形となります。切るか。ああ、もう終わりましたね。ほら、こんな感じで見せるとね、もう終わりなんです。ダイレクト、オープンがないときついですね。やっぱこんな感じにね、これは動画のためなんであれですけども、ね、別の動画でね上がってると思いますが、そちらではかなり苦戦しております。こっちのルブルブドラゴンとかね、これ縦縦のタイプなんで、今選ぶレーンはここと奥タイプ、多分ナルケオは横なんでだと思います。こんな感じです。なんで、ね、特殊条件ヌルルを出すには最初の方でしかダメですので、ね、まさやもこのデータはちょっと別のデータでちょっとやっております。ね。はい、グダグダな感じですが、ね、カードね、特殊ルールヌルの発生条件とその内容でございました。ほんで、本日もご視聴ありがとうございました。また別のね、動画でお会いできたらなと思います。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、失礼します。